して泣いてるの？どうして黙ってるの？ねえ、君は人魚なの？ちゃんと口が聞けるね。どうしたの？こうして渚で出会った若者と美しい娘は恋に落ちました。娘は口が聞けませんでしたが、若者は気にしませんでした。娘の穏やかな海のような瞳は、言葉よりもたくさんのことを語っているようでした。娘は人魚だから、人間の姿の時は声が出ないんだ。ほら、詐欺を話しちゃダメじゃないか。ごめんなさい。心ない村人にそのことを暴かれてしまった人魚の娘は、海に帰らなければなりませんでした。二人は、さよならの代わりに口づけを交わしました。この海で、いつかまた会えることを信じて。それからというもの、若者は来る日も来る日も海を眺めて過ごしました。そしてとうとう決心して月夜に船を漕ぎ出しました。若者が帰ることは二度とありませんでした。二人を哀れに思った村人たちは、灯台に火を灯しました。暗い夜も二人を照らしてくれるように。それはわからないんだよ。だって、そういうお話なんだ。でも、僕ならきっと見つけるよ。だから、顔を上げて。口づけだよ。この海で、また会えるように。はぁ、やっと見つけた。走り回って学校中のやつにお前のこと聞いたんだけど、見つからなくてさ。お前がいるからきっと見つけるって約束したから。許してほしい。俺がバカだったんだ。せっかく見つけた人魚の手を離すなんて。忘れるもんか。お前と離れていても、ずっと俺、会いたくて、会いたくて、どうにかなりそうなくらい。やっとわかったんだ。ちっぽけなプライドなんて捨てればいいって。格好悪くたって、情けなくたってしょうがない。だって俺はこんなにお前でいっぱいだから。
もう迷いようがない。それが本当の俺なんだから。なあ、俺はどうしようもないくらいガキで、無力で、間違ってばかりで、それなのにお前はいつもバラバラになりそうな俺を必死で捕まえてくれてたのに。離れてみるまで大切さに気づかない丸気な俺を。だから俺は、俺がするべきことは、お前の手を取って、見つめて、心から気持ちを伝えることなんだ。誓うよ。もう二度と話さない。このままずっと、ずっと、俺のそばにいてほしい。キス。じゃあ、お前も、あの日のこと。ずっと一緒だ。なあ、お前に預かってもらいたいものがあるんだ。そう、手出せよ。看護所の鍵。お前に持っていてほしいんだ。またいつか看護所を開けるようになるまで。諦めるもんか。時間はかかるかもしれないけど。バイトしてたって、大学に行ったって、やれることはきっとある。できることから始めればいいんだ。そして、いつかその日が来たら、その鍵で一緒に店を開けよう。だからなくすなよ。なあ、もう一つお前に言ってなかったことがあるんだ。お前が思い出させてくれたんだ、さっきさ。ああ、やっぱりやめとく。
もうちょっと、こっち。ほら。俺も、ずっと前から、お前にこうしたかったってこと。